私はパニコ、28歳の専業主婦です。実は私、待望の第一子を出産して退院してきたところなんです。初めての育児は不安だけど、同い年の夫いつきが育休を取得してくれたからちょっと安心かな。パニミ、ここがお家だよ。これから親子3人頑張ろうね。あれ、聞いてなかったのかな。夫はスマホに夢中で心ここにあらず。じゃあ私は荷物を片付けてくるから。泣き出しちゃった。でも夫がいるから大丈夫。おい、早く泣き止ませろよ。え？じゃなくて、泣いてるんだからなんとかしろよ。それいつきがやってもいいんだよ。あ、なんで俺が。子育ては女の仕事だろう。はあ？子育ては夫婦の仕事だよね。育児のために休みを取ったんだから、早く子育てになれた方が。育休は権利だから取得しただけ。1年も給料もらいながら休めるって最高じゃん。はあ？男に子育ては無理。何って。抱っこしてやれよ。それならあなたが片付けよって言いないし。夫はリビングのソファーに横たわり、再度スマホの画面に釘付け。さらに家の中は散らかり放題で、夫の家事力のなさは一目瞭然。いつき、せめて片付けくらいしてよ。はあ、育休最高すぎ。ちょっと、育休って意味わかってる？はあ、楽しい。もう。その日から夫に育児に参加してもらうように声かけをする日々が続きました。初の育児で忙しすぎて、気がつけば10ヶ月が経過。夫はというと、ママ、ママ。おい、パニミが泣いてるぞ。全く変わってません。リオナちゃんのソロパートが聞こえなかったじゃないか。夫はアイドルグループのリオナちゃんって子にドハマりして、育児中ずっと動画やライブ配信を見ているんです。あー、かわいい。俺の唯一の癒しだよ。腹立つ。ママ、ママ。そうだね、ご飯の時間だね。何もしない夫に構っている暇なんかない。私の唯一の癒しである我が子の空腹を満たさなきゃ。パニミの腹時計はいつも正確だね。もう時計が読めるのね。10ヶ月で時計が読めるなんて天才だよ。夫には苛立ちを感じるけれど、娘の可愛さには癒される。おい、俺の飯はまだかよ。もう昼過ぎてんだけど。自分で準備したら。俺男だから料理できないもん。それにお前は専業主婦なんだから、頑張って働く夫のために飯作るのは当たり前だろ。あなたは仕事どころか家事も育児も何にもしてないじゃん。やってんじゃん。パニミが泣いたら教えてあげてるし、早く泣き止ませろってアドバイスもしてるだろ。はあ？口じゃなくて体を動かせ。なんて言いたいけれど、パニミの前で言い合いなんてしたくない。それにね、今まで何度も言い続けてきたので、もう疲れちゃった。パニミのご飯が終わったら買い物ついてに散歩してくるから、あなたは。お、静かにリオナちゃんが見れる。どうぞご勝手に。夫から離れるためにパニミと近くの公園に行くのが最近の日課。この公園は人が少なくて落ち着くんですよね。どうしたのパニミ。お気に入りの公園でパニミがこんなに泣いたのは初めてで、思わずオロオロしていると、帽子を深くかぶった女性に話しかけられました。あ、うるさかったのかな。ごめんな。もしよかったらこれ使ってください。でんでん太鼓？
なぜか女性はでんでん太鼓を渡してきたんです。はあ、泣き止んだ。しかも気に入ったみたい。よかった。それあげますのでぜひ使ってください。でも私保育士目指していて赤ちゃんが大好きなんです。笑顔で癒してもらえたからそのお礼です。なんていい子なの。また会ったら声かけてもいいですか。もちろんとこの子が言っております。あ、私リカって言います。私はパニコ、この子はパニミです。かわいい名前、よろしくねパニミちゃん。その日から公園でリカさんと会うことが多くなり、お互いの愚痴を話す仲になっちゃいました。連絡先を交換したし、雨で公園に行けない時には電話で話をすることもちょくちょくあるのよ。旦那さんの様子はどう？相変わらずスマホでアイドルの動画とか配信見てニヤニヤしてるだけ。パニミア爆睡中で夫も外出していないから心置きなく夫の愚痴が言えちゃいます。あのさ、離婚とかって考えないの？離婚？あ、ごめん、余計なお世話だったよね。違うの、リカさんに言われるまで離婚って選択肢があることすら忘れてた。嘘でしょ。家事と育児に追われてそこまで頭が回らなかったのかも。あいつの育休が終わるまでの我慢だって思ってたけれど、育休明けても縁が切れるわけじゃないんだもんね。その調子じゃ仕事してるからってますます図に乗る予感もするし。ありえる。離婚を初めて意識した次の瞬間、やつが帰ってきちゃいました。リオナちゃんのライブ配信まで残り5時間のカウントダウンが始まりましたよ。めちゃくちゃハイテンションでね。ああ、夫が帰ってきちゃった。話聞いてくれてありがとう。また電話するね。配信まで時間あるし、手作りうちわ作りながら待機しますか。ママ、ママ。ほら泣いてるぞ。この泣き声はおむつだな。ちげえよ。あんたがうるさくて泣いてんのよ。よかったな、俺が家にいて。よかないわよ。邪魔なだけなのよ。あー、ずっとこんな毎日が続いたら最高なのにな。最高なわけあるか。と思ったその瞬間、リカさんから LINE が届きました。その内容にびっくり。え、嘘、リカさんって。あー、育休もそろそろ終わりか。ねえパニコ、地獄の仕事漬けが始まる前に育休で頑張った俺にご褒美ちょうだい。来月大好きなリオナちゃんのコンサートに行ってくるから。来月のコンサートって。わかったわ、最後は最高の気分で締めくくりたいものね。いいの？もちろん。いしし、俺はいつき、もうすぐ1年の育休を終えて働き詰めの毎日がやってくることに落胆している。育休中は良かった、毎日推しを見続けられて上司に怒られることも後輩に見下されることもない。そんな天国のような毎日が終わってしまう。でもかわいそうな俺に最高のご褒美が舞い込んできた。そう、推しのコンサートを見られるんだ。よし、コンサート行ってくれ。行ってらっしゃい。コンサート会場は広くないけれど、推しがいるプリティパニパニというグループは子供にも人気があって、子供や若いママもたくさんいる。受付の順番を待っていると小さな子供が泣いてうるさいったらありゃしない。皆さん、今日はお子様限定、プリティパニパニのメンバー一人と写真撮影できる券を配布しております。お子様連れの方はこちらにお並びください。嘘だろ、こんなことならパニミも連れてきたらよかった。あら、あなた偶然だね。え、パニコ？プリタ、プリタ。パニミ、よくやったパニコ、早速並ぼうぜ。早速パニコたちと並び、俺の順番がやってきた。それでは次の方。はいはい、リオナちゃんと撮影お願いします。
これは子供さんのためのサービスで、子供さんの意見をお聞きしているんですけど。あ、それと子供さんと一緒に撮影できる大人は審査に合格した方だけです。審査？はい、推しと撮影したいがために他人の子に便乗する迷惑な人もいますので、テストさせていただきます。では第1問、お子様の生年月日は？生年月日？残念、時間切りです。ちょっとド忘れしただけだって。俺は娘のために育休まで取って家族を守ってるんだぞ。あら、育休中なら続いての問題は簡単ですね。第2問、お子様が愛飲していたミルクの名前は？愛用していたおむつのメーカーは？お気に入りのおもちゃは？好きな離乳食は？初めてのハイハイはいつ？一個もわかんねえ。周りの視線も痛い。それではラスト、サービス問題ですので、不正解なら即お帰りいただきます。ラスト、あなたの子供は誰？振り向くと同じ格好をした同じ年頃の3人の女の子が立っているじゃないか。みんな同じ顔にしか見えない。だが一人の子がパニコに向かって話しかけたのだ。ママ、あの子だ。あれが俺の子だ。ラストアンサー。ファイナルアンサーじゃないのか。まあいい、これは簡単だぜ。残念。ママ、この子がパニミに決まってるでしょ。ママ、もう誰にでもママって言うんだから。ってことでご退場。違うんだよ。パニミはパパのこと好きだよな。なんで泣くんだよ。俺はこの子の親なんだ。パニコなんとか言ってくれよ。なんとかって、あなたが育休中リオナちゃんにドハマりして娘の顔すら覚えていないくらい育児にノータッチだったダメ男ですとか。それとも育休をぐうたらチャンスだと勘違いしているアホ男ですの方がいいかしら。俺は悪くない。男は育児の方法なんて分かんないんだから。あのな、最初はみんな分からないものだ。女性だってな。ガタイのいい男がさっき取材された時に立っていた女の子を片手で軽々と抱っこしているじゃないか。俺も育休中だ。妻は先に仕事復帰したから俺が子守りも家事もしているぞ。パパ、お前はまさか、女性は出産したらおむつの替え方やミルクの作り方が自動でわかるとでも思ってないよな。違うの。女性だって初めての育児は右も左もわからない。だが子供のために学び、子育てしながら一緒に成長していくんだ。男も女も初めは何もわからないのは一緒だ。でもじゃない。お前みたいなのがいるから男がいつまでたっても育休が取りにくい世の中のままなんだろう。育児に真剣に向き合う男も、産後の妻をいたわりたいと考えている男もたくさんいる。お前は宝物を命がけで産んでくれた妻をいたわる気持ちはないのか。ないね。代わりに答えんなよ。お前のような育休を悪用する一部の男が育休取得の権利を奪っているんだ。育休を取るなら育児をしろ。やり方がわからないなら自ら学べ。妻子を守れない男は趣味を謳歌する権利はない。我が子を愛せない奴がプリティパニパニのファンを名乗るだ。ごめんなさい。帰ろうパニコ。はぁ、一人で帰ったら。私はパニミが大好きなリカちゃんを見に来たの。あんたと一緒に帰るわけないじゃん。リカなんていたっけ。それでは撮影にどうぞ。やった。なんでパニコはいいんだよ。お前も俺と一緒に。なんでって、私は全問正解できるママだし、あなたとは離婚もするし。なんだよ離婚って。ちきしょう、何がどうなってんだよ。俺は悪くないのに。そう、俺は悪くない。
だけど周囲の目に耐えられなくなった俺はコンサート会場から逃げ去り、その後はファンにも非難されまくったため怖くて推しさえも見れなくなった。会場でのやり取りを誰かがネットにアップし、それが職場の人の目にも入ったようで、育休明けの職場は地獄の雰囲気。結局自主退職したよ。育休が続いたらと思っていたが、今は毎日が日曜日。妻とも離婚して自由なはずなのに幸せじゃないのはなんでだろう。離婚後、私は子育て環境が整っている職場に就職できました。新ママで大変だねって言われるけど、育児に協力せず思いやりのかけらもない人と過ごすよりもずっとマシ。それに協力してくれる人はたくさんいるからね。みーちゃん、パニミちゃん、この前の卒業コンサート良かったよ。パニミと一緒に感動して泣いちゃったありがとう。お気づきの人もいると思いますが、リカさんは元夫が推していたアイドルのリオナちゃんなの。芸名でアイドル活動をしつつ保育士を目指していて、この度夢が叶ってアイドルを卒業したんです。あの日リカさんから送られてきた LINE に書いてあったのは、元夫を反省させるための計画でした。スタッフさんやメンバーさんたちも協力してくれて感謝してもしきれません。今度は園児たちに夢と希望を与えられたらいいな。リカさんなら大丈夫ね、えパニミ。大丈夫、ありがとう。この子のお墨付きだから安心だね。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。